どうもこんにちは、ギャラクシップスのこれです。ずっと失敗ばっかり繰り返し、なかなか成功前にたどり着けない、そんな経営者をやっています。でどうせだったらこの失敗談とか、一応経営者をやっているのはその目線から、こうすれば仕事もっとうまくいくよとか、もっとこうすれば生きやすくなるよみたいな、そんなお話を配信させていただいております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。では今日のテーマはこちら、人生を変えたければ〇〇をしろというお話をさせてもらいます。もう冒頭に答えというか、その〇〇の部分はちょっとお伝えするんですけども、少し前にこんなツイートをさせてもらいました。カミングアウトをして悪いように思われたらそれまで、そのリスクは承知の上で、大切な人にはできるだけ本当の自分をさらけ出すようにしている。その結果、関係性が濃くなるかなくなるか紙一重だけど、それでも正直に知ってもらえた方がお互いにとって良くないかな。少なくとも自分はそうありたい。こんなツイートをさせてもらったんですね。これ僕自身がずっとしんどかった時期があったんですよ。これね、答えはね、〇〇の答えはカミングアウトなんですけども、ちょっとやっぱり人ってね、どうしても、ええ格好したくなるんですよ。それは立場とかそんなもんちょっと度外視、みんなやと思います。ちょっとみんないい格好したくないですか？ってなると、猫かぶるっていう言葉なんかな。まあ人、本当にね、仲良い人には全部自分をさらけ出すんでしょうけども、やっぱこう、体のいいように言ってしまったりとか、結構これ恋愛でもあると思うんですよ。やっぱ好かれたいからいいとこだけ見せて、で、いざ、じゃあ付き合ってみたらとかで、うまくいかないというか、お前そんなとこあんねや、みたいなのがお互いなってみたいな。これはもう生きてく中で、その恋愛って僕は言いましたけども、仕事でもそうだし、本当に生きてく中での人付き合い。新たに出会う人っていっぱいいると思うんですよね。その中でもう僕どっかのタイミングで背伸びやめたんですよ。ちょっとやっぱりこういいように持って表現自分をした時っていうのは結局良くないなとか、あえて今僕も会社がうまくいかなかったことっていうのをカミングアウトして、まあ、セキララにちょっとノートを書いたりとかやってるんですけども、そうすることで嫌いっていう人は出てきます。はもう無理やわこの人って思われても仕方がないんですよ。変に万人受けしようってなると一番それね、サイクル良くなくて、もう嫌われたら仕方がないんですよ。カミングアウトして実は僕はこうでしたとかで、それを隠して隠していい人を貫こうって思うと心がどんどん病んでいくっていう時期がちょっとありました。で、行って、やっぱ僕も仕事でね、やっぱ嘘つかれへんし、もう顔も出してるわけですから、一応こうやってますよっていう、まあ見える顔ね、こう YouTube もそうですけども、どんなやつが社長なのかって言われたら僕なんですけどもってこの会社は言えるんですけども、なんかこう正々堂々と嫌なことは嫌って言われるのも承知やけども、言う方がめちゃめちゃ楽になったと。で、これ完全に僕できたなと思ってんのが、カミングアウトをしてね、できたなって思うのが、ほんと3年ぐらい前からなんですよ。まだ言っても最近、それまでどっかこう猫かぶったりとかしてた時期あったんですけど、その悩みっていうので、こう1年間のうち何回かやっぱあるんですよね。その時間もったいないなと思ったりとか、逆にそれを言って、カミングアウトして、それでも、稼働、お前やつやなとか、応援したるわっていう人はめちゃめちゃ濃い関係になるんですよ。これリアルでも、例えばツイッターで、ね、僕もツイッター今やってるんだけど、ツイッターでもそうかもしれない。だから僕はカミングアウトすることでめちゃめちゃ楽になったんですよ。なんか自己中なカミングアウトばっかりじゃあかんねんけど、なんかもう僕はこんな人間ですと。今まで知ってる人に今までこうでしたっていうのもそうだし、新たに出会う人なんかはもう特にもう別に嘘つくこともしたら後でややこしくなるから、このカミングアウトでも一気に解決したっていう、まあツイートをして、まあ改めて、あ、そうだよ、やっぱそうやなと。もちろん社員とかにもそうだし、まあ身内もそうだし、今からね出会う方々に対しても本当の自分っていうものを見せた上でのこれからを生きる方がめちゃめちゃ楽だと思います。ということで、カミングアウト、これちょっと勇気いるかもしれないけども、やった方が楽。やったことない人やったら、まあやろうかなって思ったらぜひやってください。嫌われる覚悟で、嫌われても仕方がない。でも好いてくれる人はめちゃめちゃ好いてくれて、またファンとか支援者になってくれたりとか、応援してもらえるこのコミュニティができてくると思うんで、ぜひカミングアウトをおすすめします。ということで、今日もありがとうございました。ギャラクシーブックスのでした。また。